生きてる。兄さん、気がついたんですね。アキホ、なんだ、そこにいたのか。アキホ、お前。その、この傷は、さ。いいんです。どうか楽にしてください。大体の事情は、あの人たちに聞きましたから。あの人って先輩のことか。それで、アキハ、先輩はどうしたんだ？客間を与えましたので、そちらで休んでいるのでしょう。本来ならあのような悪党、屋敷に入ることは許可しませんが、仮にも兄さんを助けてくれた方です。無下には扱えません。それより兄さん、その胸の傷は式に負わされたものですね。言ったでしょ、大体の事情は聞いたと。もっとも、聞かなくても兄さんの容態を見れば一目でわかることですが。アキハ、お前、シキのことを。ええ、知っています。私は全てを承知した上で兄さんを屋敷に呼び戻したんですから。ちょっと待ってくれ。全てを承知した上ってどういうことだよそれ。俺はまだ正直整理がつかないんだ。子供の頃、俺とアキハの他にもう一人子供がいたのは確かだと思う。そうでないと辻褄が合わないからな。けど、それを聞いたら、お前は。それについては謝ります。私、兄さんには嘘ばかりついていました。今回のことも、こうなることが分かっていたのに。ずっと嘘をついてごまかしていたんです。じゃあ3人目の子供はいたんだな。けどどうしてあいつは。わからない。覚えていることといえば、それは死体。あの夢は、俺は、
本当にあいつを。アキア、俺は。いいえ、違います。兄さんは誰も殺してはいません。そう思い込むようお父様、当のマキッサに言いつけられたんです。親父に。それどういうことだ。アキハは全て7年前のことも、あの式のことも全部知っているのか。はい、式のことは兄さんには思い出してほしくなかった。できることならずっと忘れたままでいてほしかったけど、それもおしまいですね。初めから隠し通すことなんて無理な話だったんです。兄さん、遠野の家が特別な血族だということはあの人たちに聞いたでしょう。信じられないでしょうけど、遠野の血は人間以外の血が混ざっているんです。少なくとも私は幼い頃からお父様にそう教えられて育ってきました。もちろんそれを真っ当に信じてはいませんでしたけれど、信じざるを得ない出来事が起きてしまった。それが7年前の兄さんが式に殺された事故です。殺されたって。俺が式に。遠野家の人間は個人差はあれど、年を取るごとに自分の中の異なる血が増えていきます。この血はあまりいいものではないんです。遠野の血筋に混ざっている異種は人とは違った生存本能を持っている。人間らしい部分を理性とするのなら、異種の部分は本能、獣性といえるものです。アキア、それは。わかってます。にわかには信じられない話でしょうから、今は黙って聞いてください。けれど、遠野の血筋のものが人として終わってしまうのは年老いてからなんです。私の兄のように、四季のように幼年期に反転してしまう例なんて今までなかった。遠野の人間が持つ異能にはそれぞれ個人差があるそうです。外見が全く変わらないものがいれば、本当に体の形が変わってしまうものもいる。四季は典型的な後者でした。後者。体の形が変わるってこと。はい。なぜ四季があんな幼さで狂ってしまったかは分かりません。ただある日、何の前触れもなく反転してしまった。その時四季に襲われたのが兄さん、あなたなんです。四季が俺に襲いかかった。その時の場所があの森の広場なんです。兄さんは四季に胸を貫かれて瀕死の状態でした。そこに父が駆けつけて四季を止めたんです。理性を失っていた四季を止めるには息の根を止めるしかない。遠野家の当主にはそうやって反転してしまった一族のものを処理する義務があります。ですから兄さんが見た血まみれの式というのは父に処理された後の式ではないでしょうか。
幸い兄さんは奇跡的に一命を取り留めました。あとは兄さんの記憶にある通り、当の四季は事故に巻き込まれたと偽証をして病院に運ばれたんです。私が当主に決まったのはこの一件が原因です。一度でも反転した者は当主には迎え入れられない。四季は後継ぎではなくなり、唯一父の血を継いでいる私が当主として育てられました。アキハ、それはおかしい。だってさ、その反転してしまったのは四季の方だろ。俺はそのまともじゃないのか。驚いた。兄さん、こんな話を信じてくれるんですか。あのな、お前がこんな嘘をつくわけがないし、そのこういう話には慣れているというか、とにかく話の続きだ。アキハが当主に選ばれた理由、俺が有馬の家に預けられた理由を教えてほしい。簡単です。兄さんにはどうしても遠野家を告げないわけがあった。本当にそんなことさえ忘れてくれていたんですね。その蜃気楼がずっと続いてくれたらよかったのに。アキハ、兄さんは遠野家の人間ではないんです。ただ父の気まぐれで、私の兄である四季と同じ名前というだけで養子に取られた子供でした。兄さんと私、それに四季、私たちは本当の兄弟として育てられました。兄さんと四季はとても仲が良くて、私も幼心に嫉妬するぐらいでした。けれど四季があんなことになってしまった時に全てが狂ったんです。お父様は四季を内々に処理した。けれど対外的に遠野家の長男を亡くしてしまうことはできなかった。遠野家は社会的にも地位のある家柄でしょ。だから軽率に跡継ぎである長男がいなくなりましたと周りには知らせられなかった。そこで父は思いついたんです。四季に殺されかけた当の四季を実子として扱い、反転して人間で亡くなった四季を事故で死亡した養子として扱えばいいと。その時兄さんと四季は入れ替わったんです。殺された側が生き残って、殺した側が死んでしまった。それが兄さんと四季の関係なんです。じゃあなんだ、俺は秋葉の兄貴なんかじゃなくて遠野の人間でもなくて。俺はどこの誰だって言うんだ。ごめんなさい、もう誰もその質問には答えられません。兄さんは四季という名前をしていた子供はもうどこにもいないんです。四季という子供は7年前に死んでしまった。それは命としての死ではなく存在としての死です。戸籍も過去も家もその記憶ももうどこにも残ってはいない。兄さんが当の四季の代わりになった7年前に全部父が処分してしまいましたから。だから兄さんは有馬の家に預けられたんです。世間体のために。遠野家の長男は生きていなくてはならない。けれど本当は血がつながってはいないから跡継ぎにはさせられない。
お父様は事故で体が弱っていると理由をつけて兄さんを有馬の家に追放した。二度と遠野の家に立ち入らせないようにと残った私に言いつけて。ダメだ。疑問点がまだ2つもある。話を続けてくれ、アキア。物事がまだちゃんと解決していないよ。それじゃ、まず1つ目。まあこっちは別に些細な疑問というか確認なんだけど、俺が遠野の人間じゃないのは分かった。遠野の血が普通と違うのも信じるよ。でもそうなると俺の目の説明ができないというか、実は俺も少しだけおかしな体質をしているんだけど、これってたまたまなのかな。わかりません。確かに父は気まぐれで養子を取るような人ではありませんでしたから、兄さんを養子に取ったのも何かしら訳があってのことだったのかもしれません。そうか。まあこの際自分が何者かなんてことは本当にどうでもいいんだ。アキハもそんなに気にしないでくれ。そのさ、俺生きてるだけでラッキーだって思うんだ。本当なら死んでいたような傷だったんだろう。ならこうしていられるだけで幸運だよ。二つ目の疑問、シキはどうして生きてるんだ。兄さん、それはおかしいだろ。あいつが生きているのは、シキは遠野の血に負けて反転とやらをしたんだろ。そうして俺を殺して親父に息の根を止められた。ならああして生きているはずがない。可能性があるとしたら一つだけだ。俺が一命を取り留めたようにあいつも一命を取り留めた。いや、もしかすると親父は息の根を止めなかったのかもしれないな。どんなに狂ってしまっても血を分けた自分の息子だ。だから殺せず人目につかないところで養生させていたんじゃないのか。俺が病院に担ぎ込まれたみたいに。そうか。それで式がまともに戻ったら当の式として屋敷に呼び戻すつもりだったんだろうな。あの親父のことだから。そんなことは。いいんだ。秋葉が悪いわけでもないし親父が悪いわけでもない。もちろん式が悪いわけでもない。原因はさ、本当にたまたまなんだよ。たまたま運が悪くてよその国のイカれたやつが式に入っちまっただけなんだ。本当に悪いものがあるとすればそれは式を狂わせたものだけだ。ごめん、少し疲れた。眠るから外に出てくれないか。はい、兄さんがそう言うのでしたら。アキア、何ですか兄さん。ああ、アキハはどうして俺をこの屋敷に呼んでくれたんだ。
俺は本当の兄貴じゃないのに。そんなバカなこと言わないでください。私にとって兄さんはあなただけです。今も昔も。兄さんは忘れてしまっただろうけど、子供の頃からずっと当の秋葉にとって兄さんはあなただけなんです。四季、見えているものが違うのか。遠野くん、絶対安静だって言われたでしょ。なんで起き上がろうとしているんですか、あなたは。何ですか、遠野くん。私の顔、何かついてます？うん、メガネがついてる。え、遠野くんとお揃いですね。ありがとう。また先輩に助けられた。ええ、これで荒事は2回目です。いい加減次は見捨てますから覚悟していてくださいね。そっか、
2回目だったんだ。分かった、覚悟しとくよ。次は必ずやられる前にやることにする。遠野くん、もしかしてまだ懲りてないんですか？懲りてないも何も、俺は被害者だよ。あっちから問答無用でやってきたんだ。懲りるも何もないだろう。それはそうですけど、遠野くん、やる気満々じゃないですか？先輩、質問していいですか？嫌です。と言っても遠野くんには通じないようですね。いいですよ、それで遠野くんがおとなしくしてくれるなら安いものです。しばらくおしゃべりにお付き合いしちゃいます。マリオも来ているんですか？あとノエル先生は？先生は自宅療養中です。マリオでしたら下で秋葉さんと交渉中ですね。今後の対策の打ち合わせと、まあ急所の探り合いでしょうか。じゃあ聞きます。さっきのやつがロアなんですね、先輩。はい、あれが今代のロアの転生体です。7年前に遠野くんの命を略奪した遠野四季。そのあたりの事情は秋葉さんに聞きました？ああ聞いた。なんだ先輩、秋葉と仲良くなったの？あいつ先輩たちのことを嫌ってるみたいだったけど。ええ、嫌われてますよ。秋葉さんは異端狩りという私の仕事も嫌いなら、私自身のことも気に食わないそうです。ですね、並大抵の嫌われようじゃありません。この件が片付き次第、殺し合いをするのも辞さない感じです。そっか、まあそれは置いておいて、話はロアに戻るんだけど、奴の住処はうちの学校だったんですか？ロアの隠れ家は他にも複数あったようですが、現在あの校舎を根城にしているのは間違いないようですね。アルクエイドがロアの使者たちを残らず排除した結果、自分から動き出したんだと思います。遠野くん？あ、いえ、考え事をしてました。けどどうしてロアはうちの学校なんかを住処にしてるんですか？そもそもあれは本当にロアなのかな？なんか聞いていたのとイメージが違いすぎて。そのイメージというものが間違いですね。ロアは転生する吸血鬼。その時の姿や性格、思考性が変化するのは当然です。いいですか遠野くん、ロアが転生先に選んだ肉体はロアとは別の人格、人間として育ちます。知性が十分に育たなければロアは己を発揮できませんから。そうして一個人として成長した人間の全てを苗床にしてロアは姿を現します。よりしろがロアに変身するのではなく、ロアの思想をよりしろが受け継ぎ新しいロアになると考えてください。ですのでロアとして覚醒した後もその代のロアの行動原理は肉体に沿うものになりがちです。肉体に影響される。じゃああいつは間違いなく四季の考え方を持ったロアということなんですか？半々の状態といったところでしょうか。転生先となった遠野四季の意識は7年間潜望状態だった。だから四季本人の自我が弱い時、思想はオリジナルの初代ロアのものに近くなる
あれが転生者ロアであると同時に吸血鬼指揮として活動していたのはそのためです。こんなケースはロアの歴史の中でも珍しいことでしょうね。ある意味ロアという人物はもう存在しないんです。あそこにいるのは永遠という事柄、不老不死を求める脅迫観念に過ぎません。厄介なのはその脅迫観念に意志と歴史、積み重ねた魔道の知識があるということ。ロアは不老不死の探求を続けられるのなら自分が何をしようと構わない。四季本人の意志、四季の欲求を止めることはしません。むしろ欲望の達成を手助けするでしょう。よりしろの確執が消えれば思想は完全にロアだけのものになりますから。四季本人のやりたいこと。はい、おそらく彼はアルクエイドから隠れることより、トーノ君、あなたの殺害を第一としていたはずです。四季の目的が俺の殺害ってどうして？そうですね、言いにくいことですが、当の四季にとってあなたは自分を殺した人だからだと思います。殺されたのはこっちの方なのに、あべこべですよそれ。でも当の君は生きている。そして四季は殺されてしまった。その結果あなたは当の四季になってしまったでしょ。四季は当のの身内たちの手によって処罰された後、奇跡的に蘇生しました。けれどその後に自分の家に戻っても彼の居場所はなくなっていたんです。だって遠野家の長男はきちんと生きていて、妹の秋葉さんと暮らしていたんですから。ある意味あなたは遠野四季という人物を殺してしまったんです。彼の帰る場所をあなたが全て奪ってしまった。当の巻久によって幽閉されていた四季が自分として暮らしていたあなたにどんな感情を抱くかは分かりやすすぎるぐらいです。四季にとって俺は自分の名前を使って当の四季になりすましている偽物なわけか。はい、四季は何よりもあなたを憎んでいたんだと思います。でもさ、殺されたのは俺の方なんだ先輩。遠野くん、遠野くん、憎しみで戦おうとするのはいけないことです。そんなんじゃないです。俺がロアを殺すのは別の理由ですから。憎しみはないんですか？全くないわけじゃないけど、それはただあるだけの話です。憎しみの他にも思うところはありますから。それとは関係のないところでロアは放っておけない。放っておくと一人とんでもない無茶をする奴がいる。だから俺も急がないと。最後まで手伝うってあいつと約束したんだから。ありません。どうしてそこまで彼女に肩入れするんですか？アルクエイドは吸血鬼です。遠野君とは違うものじゃないですか？それも関係ないですよ。俺はアルクエイドだから肩入れするんです。
仮にあいつが人間だろうと怪獣だろうと、人魚だろうと結果は変わらない。それぐらい俺はあいつそのものに惚れてるんです。はあ、あくまで彼女に協力するというんですね、遠野くんは。無理ですね。たとえ遠野くんが満足に動けたところで、今の彼女ではロアには対抗できません。対抗できないって、どうしてそう断言できるんですか先輩。単純な足し算ですから。彼女は一度決壊した吸血衝動を抑えて活動している。そのために能力はさらに低下し、ロアの半分にも満たないでしょう。遠野くんの力はロアの半分もありませんから、遠野くんが協力したところでロアには太刀打ちできません。そもそも彼女は死にかかっています。能力が弱っているのに自分の衝動を抑えつけている。私たちで言うのなら、肺が潰れているのに動き回っているようなものです。な、もちろんそれは吸血衝動を抑えなければ回復できるものです。楽になりたいのなら人間の血を吸えばいい。けれどアルケイドは二度と人の血は吸わないでしょう。だからロアを追いかける限り、彼女は自分から死に近づいているんです。ふざけるな、そんなの。無茶はしないでください。傷自体は合ってないようなものですけど、遠野くんの生命力は空っぽなんです。ロアの今代の転生体四季の能力でしょう。あなたはナイフで刺されただけで、ごっそりと命そのものを削り取られたんです。命、生命を活動させる動的な結合力、平たく言えばエネルギーですね。生きている限り動的な結合力は作り出されますけど、その蓄積量は個人差があるんです。一人の体から取り出せる生命力は無尽蔵ではなく限度がある。蓄積している生命力を一瞬にして奪われたら、その個体は生命活動を停止するんです。それは物を生かしているということですか。そうですね。厳密に言うと死ではありません。ガソリンが切れてしまったから動かなくなるということですから、エンジンは壊れていないんですから、エネルギーさえ戻ればまた走り出せます。いい、もう横にはならない。もう自分一人じゃ立ってられない人が何を言ってるんですか。横になるのが嫌でしたらこうしてください。いいんですよ、遠野くんはもう戦わなくて。ロアのことならあと数日もあれば決着がつきますから。決着って。
うやって？ロアの転生体が特定できましたから。鳳凰庁、私たちの本拠地ですけど、そこに妖精が通ります。今回はマーリオもいますし、3日もあれば十分な数の代行者が送り込まれますから、ロアはそれでおしまいです。結局また同じことの繰り返しになりますけど、とりあえずそれで今代のロアは処理できます。ダメだ、そんなもの待ってられない。今夜にでもアルクエドはロアとやり合うかもしれないんだ。だったらそんなもの何の意味もないじゃないか。先輩、俺のナイフどこだ？私が預かってますけど、あなたに渡すと思いますか？思わないけど、人のものを取り上げないでほしい。確か何時盗むべからずなんでしょう。この担当は遠野くんのですからお返ししますけど、学校に戻るつもりなんですか？何度もそう言ってる。アルクエイドがロアを見つける前に俺が。そんな体でですか？やっぱり分かりませんね。あなたがそこまで彼女にこだわる理由聞かせてください。それを聞かせてくれるのなら私はもう止めませんから。俺は あいつ一人だからさ、なんかほっとけないんだ。多分理由はそんなものだよ。嘘です。そんなことで自分の命をないがしろにはできません。真面目に答えてください、遠野くん。そんな理由じゃ私は納得できません。いや、本当に理由はそんなことなんだ。あいつは今まで一人で楽しいことがいっぱいあるってことも知らなくて、ずっとバカみたいに一人だった。そんなのは寂しすぎるだろ。そんな意味のない人生俺は許せない。だから教えてやりたかった。あいつはあんなに楽しそうに笑っていたけど、そんなのは誰にでも手に入れられるものなんだって教えてやりたかった。世の中にはもっともっとつまらない悩みなんて消し飛ぶぐらい楽しいことがあるんだって、何回でも連れ回したかった。当たり前のことを当たり前のように感じられるように、あいつを幸せにしてやりたかった。だってそうだろ。あいつは今まで救われなかった分、その何倍も幸せにならなくちゃいけない。帳尻は合わせないと嘘だ。大体あいつが一人で亡くなる方法なんて簡単すぎる。そんなことで悩んでるとかバカみたいだ。
それは誰にだってしてやれることなんだ。他の誰でもあいつを幸せにすることはできる。だから確かに俺がこんなみっともない体でこんな風に躍起になる必要はない。他の誰にだってあいつを一人でなくすことができるんだから。けどダメなんだ。他の誰かになんて任せられないし、このままあいつと別れることなんてできない。俺にはもうあいつ以外にいないんだ。アルクエイドを愛してる。でもそれ以上に俺は自分の手であいつを幸せにしてやりたい。そのために自分の命が使われるのならそれでいい。このままであいつに消えてほしくない。今はただそれだけなんだ先輩。他の誰でもですか？バカなこと言わないでください。他の誰にもできませんよ。だってそんなことを言えるのは世界中で遠野くんだけみたいですから。先輩、はあ、ちょっと頭にきちゃいました。彼女もう十分幸せじゃないですか。驚かないでいいですよ。彼女が立ち去っただけですから。さっきからおかしな違和感があったんですけど、やっぱりそうだったんですね。ロアより遠野くんの方を優先してきてたなんて彼女らしくないですけど、まあこれでロアの方を優先しているようでしたら私がとどめを刺しに行きますが。なんでアルクエイドが俺の部屋なんかに来るんだよ。遠野くんがロアにやられたから心配で見に来たんでしょう。私たちの話に聞き耳を立てていて、たった今ロアのところに行っちゃいましたけど。行ったってどうして？当たり前じゃないですか。あんなこと聞いちゃったら私だって同じ行動をとります。うらやましいけど同じぐらい哀れですね。だからどうして？遠野くんはアルクエイドを助けたい。けどアルクエイドは遠野くんを巻き込みたくない。なら答えは一つです。さてこれで諦めがついたでしょ。遠野くんがどう頑張ったところで彼女には追いつけません。ですからあとは私たちに任せてゆっくり体を。ふざけるな！こうなると分かって俺に理由を聞いたのか？いいえ、私遠野くんが彼女をそういう風に見てたなんて知りませんでした。確かにこれは私の失策です。彼女の後を追う。連れて行け。そんな体の人の脅迫を聞くと思っているんですか？知るか。言うことを聞かないならここでめちゃくちゃに暴れてやる。
その提案は魅力的ですけど、仕方ありません。私の失策でもありますし、乗りかかった船ですから、こうなったら終着までお付き合いします。それじゃあ連れて行ってあげますから、おとなしくしていてくださいね。え、秋葉さんに見つかると止められますので、彼女と同じ方法で行きましょうか。え、はい、ちょっと、シエル先輩。大好き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 。構わない。そんなの全然どうでもいい。だから、私が倒す。私に返せるものはないけれど、
あなたの敵をやっつけるわ。遠野くん、歩けますか？歩けなくても歩きます。これからロアを殺しに行くんですから。そうですね。ではこの先は自分の足でお願いします。まずいですね。目覚めたばかりとはいえ、やはり月齢の影響を受けますか。まずいって何がです？ロアの状態です。神祖は月齢によってその能力限度を上下させます。彼らは満月に近いほど力を増す。それは使徒であるロア本人も同じです。今夜のロアは限りなく不死身に近いでしょう。今の私の装備では殺しきれないかもしれません。それにしても今夜は明るいですね。これじゃ闇に紛れて忍び込むのも難しいです。月の明るい夜は好きなんですけど、今日だけは別物ですね。そうかな。俺は月の明るい夜は嫌いです。遠野くん、太陽じゃなくて月の弱い明かりだと余計にはっきり見えるから、線をかき消すくらい強い日差しか本当の暗闇の方が気が楽だ。ああ、今夜は特に狂いそうだ。何もかも死にやすそうで、まるで月の荒野にいるみたい。遠野くん、ここでお別れです。ここから先は一人で行ってください。私は別行動をしますから。別行動？先輩、何かするんですか？あのですね、私だってロアを処理するのが目的なんですよ。ただ今代のロアは今までより強力なようですから、真正面から挑むことはしません。遠野くんとアルクエイドがロアに殺された後、その隙をついてロアを処断します。
わかりました。勝手ですけど、その時は後始末をよろしくお願いします。はい。仕事に私情を挟むのはここまでです。遠野くんは彼女のために戦うのでしょう。それと同じように、私にも自分なりの理由があるんです。ですから。これ以上、あなたたちを助けることはできません。はい。ありがとうございます、先輩。これでお別れかもしれないから、言っておきますね。俺、先輩のことを好きでしたよ。先輩と有彦と三人で、バカみたいな話をしてるのは、楽しかった。はい。私も、夢みたいでした。さあ、行くか。
しま。新種のグールなんですね。サイズの割には素早いようですが、時間10分、それ以上は使えない。
ルクエド！死ぬ思いで駆けつけた仲間をマガンで束縛すると、共に死にたいという彼の忠義ぐらい受けてやってもいいだろう。マガンってなんで。解いてくれ、アルクエイド！なんて、なん、いいぞ、ようやく覚悟を決めたな、姫君。全くもって静寂だ。何しろもう後がない。ここで私を仕留めなければ無残な死体は二つになるからな。それが嫌な、最後の誇りを見せる。大したものだ、少年。姫君はお前を逃がすため私と差し違えることにしたらしい。だがかつての姫君なら恐ろしくもあったが、今の君はただの吸血鬼。神祖としての力も従前に発揮できない。悲しい、胸を裂くように悲しい。そして醜い。そこまでの無様を晒すのならいっそ欲望のままに落ちていればよかったもの。黙れ！一時的な物理現象の書き換え、自然現象、空間にある熱量の自由操作、真相なの星の触覚としての当然の剣、まさに創造の剣能だ。いかな魔術を極めようと人間ではお前たちには遠く及ばない。しかし同時にお前たちも人間には直接干渉することはできない。繁栄し、学習し、独立し、知恵ある猿として進化した人間はもうこの星とは違う分類だから。できることといえばこうして真空を作り上げ私にあてがうことぐらい。だがこれでは足りない。加えて今の私はお前より優れてる。私にあってお前にはないものがある。わかるだろう。そう、死の実体験。私はそれを知っている。お前は知らない。それが私たちの決定的な差。生きている限り生物は死を体験し得ない。それを知り得る。
転生者たるこの私だけの特権だ。人は未知を本能的に恐れる生物。それは超越者である神祖であろうと変わらない。しかし、いかに神秘を学ぼうと、どれほど長寿の生物がいようと、無に帰る罪、本質的な死を体験することはできない。お前たちは死を拒むことでその強大な力を得るが、同時に弱さをも作り上げ、死を避ける貴様と死を受け入れた私、それがアルクエイド・ブリュンスタッド、ミハイル・ロア・バルダムヨンの質の違いだ。私は今も人として人の時代に生きている。時代から外れた亡霊に過ぎぬお前に私を罰する権利は。それでも私に挑むというのなら止めはしない。身をもって千年の代償を受けるがいい。その後、そうだな、やはりこの体の目的をゆっくり果たすとしよう。つまらない。交渉はそれで終わりか、ゲロ。確かに私は堕落した。消えろ。お前に私の指揮は殺させない。そのものが未完成だ。これではまさに天体をなすも、私のパンティオン、私を堕落させた現象の位置。祝福あれ、祝福あれ、祝福あれ。間違ってはいなかった。私の理論は間違ってはいなかったのだ。
まさしく魔の王、人知未だ及ばぬ空を覆う天外よ。その見業に負けてはいない。術者が滅びようと発動する自動映像、近年において完成の域を。100年前から無理だ。なぜ私にとって肉体の死など通過儀礼に過ぎず、仮にこの場でこの肉体が死滅しよう、ロアはまた人の世に帰ってくる。知る、私こそ完全な不法者。私は知っている。知る、あの闇を、十巻をくぐり抜けたあの虚無を。危ない危ない、やはり今夜を選んでおいて正解だったな。満月でなく足首からの蘇生などできはしない。そして姫君、お前はこの傷からは蘇生はできない。私の爪はそこにいる男と同じ能力だから。これが死を体験した末に得た力だ。皮肉な話だが、私自身もこれの使い道は分からなかった。サンプルとして享受してくれたのは彼でね。何、コツさえつかめばどうということはない。幾度死を見てきた私にとって、物の死を読むことはそう難しくはないことだ。アルクエイド、アルクエイド！かっこ悪いとこ見せちゃった。何バカなこと言ってるんだ。お前、どうして、どうしてこんな。
どうして、どうして、どうして。嘘だ。どうして、どうしてこんな、どうして一人でこんなことするんだよ。俺たちは仲間だろ。協力するって、最後まで助けてやるってちょっと言ったのに。そっか、そういえばそうだったね。なんか忘れちゃった。忘れるなよ、そんなこと。これじゃ俺は最低じゃないか。お前を助けるって言ったのに、ちゃんと助けるって言ったのに、ただの少しも助けてやれなかった。ううん、そんなことないよ、シキ。私、あなたにいっぱい助けてもらったもの。だから助けてもらうのは、もう、いいんだ。だから、お礼に、これぐらいはしなくちゃって。ちょっと無理しちゃったけど、最後にロアからシキを守れてよかった。ありがとう。助かった。アルクエイドな、に俺の血を飲め。そうすれば力が戻るんだろ、お前は。なんでまだ怖いとか言ってるのか。いいからよく聞けよ。前に言ってたよな、もしも鳥や魚に自分と同じぐらいの知性があったら食べられるかって。俺は食うぞ。食わなきゃ生きていけないからな。生きるために奪うことは自然界じゃ当たり前のことなんだろ。私、もしもの話って好きじゃない。そうか、俺は好きだぞ。
たとえ奇弁っぽくてもさ、それなりにどこか救いがあるような気が。そうだったね。けど今はそれよりもっと欲しいものがあるんだ。欲しいもの、いい、何でもしてやるから、言ってみろよ。うん、シキにね、キスして欲しい。憧れてたから、こういうの。そっか、変なものに憧れてたんだなお前。うん、なんだか嬉しい。たったそれだけのことなのにすごく気持ちよかった。ずっと長く生きてきたけど今ぐらい幸せな時間はなかったよ。このまま消えてなくなってもいいかなって思えちゃった。アルクエイド、終わったかね、シキ。はあ、終わっちまった。しかし、生きていたのは予想の外だったよ。死が見える人間というものは、死から逃れる術に長けているということか。生命力の強い弱いの問題ではなく、まあお嬢際が悪いとも言うが、
死から帰ってきた者は死というものを理解できる。私と君はその中でもさらに特別な能力があったケースだ。私はこの極点に到達するまで16回もの死を体験してきたが、そちらはただの一度だけか。正直才能の違いだろうな。もしその体に転生していたらどれほどの異能になったのか興味深くはある。二つ聞くことがあって、一つだけ教えてやることがある。ほう、いいだろう、言ってみたまえ。一つ目に聞くことが一番大事なんだけどさ、お前なんでアルクエイドを殺した？なぜもあるまい。自分の命が狙われているんだ、殺し返すのは当然だろう。もっとも私が欲しかったものは弱り切った姫君ではなかったが、今回の私なら最高の状態に仕上げた彼女を解体できた。だというのその機会は失われた。一回の吸血鬼と変わらぬ心素で手に入れても意味はない。よって価値がないと判断し始末をつけた。こんな結果に終わったのは私にとっても残念だよ。さて、それでこの後はどうする？まさかその体で私とやり合おうという腹でもあるまい。無様な抵抗ほど冷めるものはないぞ、殺人鬼。よせよせ、いくら私の死を見たところで触れられなければ意味はないし、その繊維は間違えている。間違えている？そうだ、君は私の敵にはなり得ない。性能の差を言っているのではない。殺害が可能か不可能かの例えでもない。君にはある一点において私を敵にする心理が欠けている。私は君の能力を高く買っている。うん、どうも式としての人格は消えつつあるらしい。当の式への恨みを晴らした以上、今の私は式寄りではなくロア寄りということか。この力は素晴らしいだろう、シキ。喜んでいい。直視の魔眼を所持できるものは私たちぐらいのものだ。その希少能力をなくしてしまうのは惜しく、何より我々は同じもの、
誰よりも互いを理解できるだろう。パートナーとしてこれほど心強いものはいまい。仲間になれと言っているのか。まさか仲間にしてやるんだよこの私がな。君の意思なぞ知らない。そんな不純物はここで消す。安心しろ。その血を吸い上げ魂まで略奪した後、私が君を何のためらいもなく死を行使できる存在に仕立て上げよう。あと一つ、お前に見えているものは生き物だけの話だな。当然だろう。生物でなければ命はない。命の源である箇所は生き物にしかありえない。やっぱりガテンが言ったよ吸血鬼。腑に落ちんな。最後の言葉にしては不相応だ。まあいい、おしゃべりは終わりにしよう。どこぞに隠れている教会の女の始末もある。喜べよシキ。私のしもべにした後の最初の相手を頼りにしているあの女だ。私の足は震えている。俺とお前が見ているものは違うよ吸血鬼。お前は命を見ているだけだ。死を理解していない。だから俺も殺せず、弱り切った女しか殺せない。死が見えているのか、正気でなんかいられない。お前に分かるのは物を生かしている部分だけだ。死が見えるのならとても立ってなんていられない。何のことを言っている貴様。
やめろ。その目で私を見るな。一秒先にも世界すべてが死んでしまいそうなサッカーをお前は知らない。それが死を見るということだ。この目は得意げに語れるものじゃない。それがお前の勘違いだ、吸血鬼。命と死は背中合わせでいるだけで、永遠に顔を合わせることはないものだ。その目で私を見るなと言っている！殺すということだ。なんだ今のは。化け物め。どっちが。恐ろしくはないだろう。お前にとっては馴染んだ道だ。違うところがあるとすれば一つだけ。
今度は帰ってこられない。これでこの人を殺したのは私ですね。ですからロアを殺したのは私です。その功績も責任も全て私にあります。あなたになんてただの一つもあげません。なので遠野くんは手ぶらで何もできなかったといじけて帰っちゃってください。先輩、それ詭弁だよ。詭弁でしょうか。でも優しい嘘ならそれもいいと思います。たとえ偽善でもなんとなく救いがありそうじゃないですか。くん